今日は1日レストです。今4900の、超油のベースキャンプで、もう明日から5700に行きます。もう戻ってきません。今日はずっと刺繍をしてました。このワッペン、これネパールで作ったんですけども、ネパールのワッペンをいろんなところに貼り付けました。こうだったりですね、いろいろと貼り付けました。これにも貼ってますです。今日はゆっくりします。SPO2 は未だ上がりません。だいたい78、どこの高さ行っても。まあでも頭痛とかは全然なくなったんでいいんじゃないかなと思います。はい、これから登頂に向けて頑張ります。かやきケロちゃん、アマニオイル、これはあのアマニオイル入りオメガ3のマヨネーズ。